都会常ジ,ジは日本のプロデューサー。大阪府堺市西区浜寺出身、堺市南区高倉大在住。大阪府立泉美高等学校卒業後、同志社大学に進学し、グリーンクラブ、クローバークラブのメンバーに入部。大学時代からグリーンクラブの指揮を担当していた。大学卒業後は関西テレビパンチでデートをプロデュース。 演出家としても活躍。1990年に地元大阪で結成されたイタリアオペラのサークルポコアポコリリカクラブが出演した大阪府立労働センターで行われたオペラ椿姫では演出を手掛けた。2006年に公演された劇音楽さや山池物語では脚本、演出の両方を担当。現在は 大阪さ山市のさやかホールの事務局長や男性コーラスの活動の報酬を行っている。2007年3月11日に行われたサンスクエア堺で行われた高校の OB の合唱団の指揮を担当。また、戦北在住の50歳以上の高齢者の男性を中心にコーラスグループストレイパパーズを結成し、老人ホームや施設の慰問活動をしている。 日本キリスト教団浜寺教会の教会員で毎週日曜日には礼拝に欠かさないという経験なクリスチャンでもある。ありがとうございます。